皆様、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木です。今日は久々に教育子育てネタでいきますね。テーマは、しくじり先生、教育パパになれなかった私、国際結婚の悩み大きい子育てです。あと3日後にオーストラリアから妻と子供2人が帰ってきます。7月21日から8月24日まで1ヶ月以上。 彼らがオーストラリアに滞在している間、私は一人日本の自宅で留守番をしていました。家族と一緒にオーストラリアに行かなかった理由は、モルモット2匹を世話しなくちゃならないからです。ペットを外国まで連れて行くのは、検疫の関係で難しいんですね。ただ、逆に言えば、ペットの世話さえしていれば、 どこに行くにも何をするにも自由ですから、この1ヶ月間、私は事実上の独身生活を謳歌しまくり、電動キックボードを新幹線に乗せて日本各地を乗りまくってました。50何年間生きてきて、こんなに自由で楽しい夏は初めてでしたね。ところで私の娘は東京の私立学校に通う高校2年生ですが、今、オーストラリアの学校に2年生として、 編入する手続きをやっています。娘はオーストラリア国籍を持っているし、英語のネイティブですし、日本の教育しか受けていないとはいえ、今年5月に IELTS のテストを受けて、スコア8.0を取っています。それに加えて、日本の高校で学んでいる内容が、オーストラリアの高校生相当だとみなしてもらえば、無事に編入ができます。 それが叶えば、オーストラリアの高校で学んだ後、そのまま現地の大学に進学する予定です。私は自分自身が英語圏や中国語圏で働いてきた経験があるので、娘には英語圏で金稼げるようになってきな、とある意味突き放したことを言っています。 ただ、今でこそ順調に見えますが、これまで子供の学校教育という意味では、本当にうまくいかないことの連続で悩み多い日々でした。もちろん、どの親でも子育てや教育の悩みを抱えているわけですが、本質的に難しいのは、自分と我が子との間に一世代、約30年の時差があることです。30年も経てば、 同じ日本の教育システムでも学ぶ内容から中学、高校、大学の位置づけから入試戦略まで大きく様変わりしてしまいます。 例えば自分が受験していた頃には箸にも棒にもかからなかった学校が今では進学校になっていたりその逆パターンもありますね自分の学生時代にほぼなかったインターナショナルスクールや IB のカリキュラムで教える国際学校が登場したりと時代の流れを感じます私の場合驚いたのは 自分の住む東京都内の中学受験熱でした。勉強できる子は小学校5年の初めから受験勉強を始め、中高一貫の私立の進学校を目指す。公立の中学校に行って、普通に高校を受けるのは手遅れと言わんばかりの雰囲気がありました。私自身は千葉県で育ちましたが、子供時代は中学受験なんてする奴は誰もいません。 誰もが近所の公立中学に行って中3になってようやく重い腰を上げて高校受験の準備を始めるみたいな感じでした。当時はそれで良かったのです。でも今は時代が変わってしまいました。中学受験があまりにも当たり前になって公立の中学校に行くことは落ちこぼれ とまでは言わないけど、なんだか出がらしのお茶みたいなイメージなんですね。今は右肩上がりの経済ではないですから、二極化の上の方にしがみこうとする競争がかえって激化して、しかも低年齢化しているようにも感じます。 そんな雰囲気がありながら、娘や息子を中学受験に誘導することは、私はなぜか気が乗らなかったんです。妻が外国育ちで、日本の受験システムを知らないので、私が主導でいろいろ考えるしかないんですが、私が受験に前向きな教育パパになれなかった理由は3つあります。1番、学校の勉強でほぼ苦労せずに、進学教や有名大学に行けてしまったこと。 私にとって、小中学校の授業は簡単すぎて退屈でした。学校の宿題は中2まで一度もやらなかったし、中3から準備しただけで、国立の学芸大附属校に合格。その後も、高3の1年間だけ一生懸命やって、一つ橋大に現役合格した。どうしてもそんな自分を基準に考えるので、うちの子も高校受験からでいいじゃん。なんとかなるよ。と思ってしまった。2番。 教育コストも自分の場合極めて安上がりだった。私の場合は小学校から大学卒業まで全て公立の学校。塾通いは中学と高校の一時期だけで済み、総じてコスパの良いお財布に優しい子供でした。そんな自分を基準に考えると、小学生のうちから中学受験のための塾通いなんてありえないという感覚でした。3番。 若い時期から海外に出て働き、日本の学歴をほぼ使わなかったし、ありがたみを感じたこともなかった。私は30歳で海外に出て働きました。オーストラリアや中国、アメリカ、インドなどで卒業大学が一橋と言っても誰も知りませんから、履歴書に書くことも滅多になく、日本の学歴は忘却の彼方に飛んでいきました。 その後、日本に帰って会社を起業しましたが、その時に友人から受けたアドバイスが、お客様や取引先に信用されたいなら、一橋大卒を絶対に前面に出すべきだと言われ、なるほど、日本社会で学歴って大事なんだなぁと、40代後半の良い年になってようやく知りました。 ただ、それを理由に、娘や息子の受験、進学について、比較的のんびりしていたのが良かったのかどうかは、自分でも正直わかりません。我が子とはいえ、当然別人格ですし、脳みその構造も違います。本人の学習能力と、今の受験環境を理解した上で、もっとうまく誘導する方法はなかったのかと、悩むことはあります。 というのも、子供たち二人とも、公立の小中学校で不登校を経験しているからです。娘は5年間、息子は3年間、学校にほぼ行かず。 平日昼間を家で過ごす時期を過ごしました。もっとも私自身も高校時代不登校だった時期があるので、子供たちの気持ちをなんとなく理解はできました。本人に合った環境を求めて、スクールカウンセラーとか、通級の適応指導教室とか、フリースクールとか、いろいろ連れて行きましたが、結局どれも合いませんでした。 二人とも不登校が始まった時期が小学校なので、そもそも受験や進学なんて選択肢は最初から難しかったといえばそれまでですが、あの頃からもう少し本人に合う学校を選んであげる方法はなかったものかと、正解のない世界で悩むことになります。もう一つ言うと、うちの子供たちは国際結婚キッズで、妻の母国語は英語なので、小学校の1年から6年まで、 都内にある英語の補修校に通わせていました。そこに通っている子たちは皆日英バイリンガルではありますが、彼らを見ていくと医療極端ですね。 学校システムに適応して日本の中学受験や英語のインターに進む子が約半分。逆に適応できずに公立小中学校で不登校になる子が約半分みたいな感じでした。今は昔と違って帰国子女枠とかインターナショナル枠といって中学校から英語メインで授業する私立の学校も増えたのでバイリンガルの子供を日本で教育する選択肢は昔より増えましたが それでも適応できること、そうでない子がいるわけです。ただ、そんな不登校状態から幸い、娘が立ち直ったのは、 高校受験のタイミングになって、このままではまずいと本人が覚醒して、試験なしで入れる栄養入試の私立高校を自分で選んで、面接と作文だけで入学できたのが大きいです。今、娘はその高校で楽しく学んで、ほぼ解禁賞ですし、ちゃんと成績も取ってますし、英語力も維持しているので、今、オーストラリアの高校に編入という選択肢ができたわけです。中2の息子も今は不登校ですが、 覚醒したお姉ちゃんの姿をよく見ています。 男の子だから多少時間はかかるかもしれませんが、いつかは覚醒するだろうと私は思っていますし、そうなればこれまでの反省も踏まえて精一杯サポートします。本人が学ぶ場所は日本でもオーストラリアでもどの国でもいいです。最後に娘が15歳で覚醒できた理由の一つは、今住んでいる東洋町の町を本人が故郷にできたからなのかもしれないと思ったりします。娘は1歳の時から。 息子は生まれた時からずっと東洋町で育ち、地元の区立小学校と中学校に在籍しました。たとえ不登校でも、毎週1回は放課後登校に私が付き合い、卒業アルバムの写真は必ず撮るなど、学校とのつながりはずっと保とうとしてきました。 国際結婚の子は他の日本人の子と違うという体験をしている分、常に自分の寄り所、ルーツや故郷を切に必要としていますし、それが確立しないまま学校の先生や友達からああせイ・コーセ言われると、多分不登校という形で閉じこもり、自分を守ろうとするのだと思います。よく考えたら私だって若い頃から海外にガンガン出ていますが、それができるのは、 自分にかしわといういつでも帰れる故郷があるからいつでも安心して外に出られるわけです。息子の場合も本人の心の中で安心できる故郷が確立できた時外に出るエネルギーが湧き出てくるのかもしれません。あと思うことは多分子供たちの方が後の時代に生まれた分自分たちより感覚が進んでいるだろうなということです。私たちの世代は競争と個性を 重視する教育で育ちました。勉強でもスポーツでも音楽でもいい。自分の得意分野を見つけて、ライバルとの競争に勝ち、上昇思考を持つことを求められましたが、今の若者や子供たちの世代は害してナチュラルに上昇思考を持たず、それよりは友達とのつながりを大事にします。個別で持つものはスマホぐらいでいい。 その他は車でも住まいでも冷蔵庫でも何でもシェアすればいいじゃん。そうすればたくさんのものを所有しなくても無理して競争しなくても長時間働かなくても高い給料をもらわなくても豊かに生きていけるじゃん。と、そんな感覚なんですね。 つながる、シェアする、与えるというのが基本の行動原理なので、身の回りにいる人たちと仲良くするスキルは私たちの世代よりずっと高いと思います。ネットの使い方もスマートで、誰かの悪口を書かない、本音をそのまま書かない、誰かと衝突せず、暑苦しさや汚さ、汗臭さを全く感じさせない、綺麗な情報発信に長けています。 今、ツイッターとかで熱苦しいバトルに明け暮れているのは大抵40代や50代ですからね。若い世代はああいうのを見てダサいと思っているはずで、私も気をつけなくてはと思っています。今日の動画いかがだったでしょうか共感できた、ためになったと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは失礼します。さようなら。